吉田さん、レクサスのショールームに行ってきたんですけど、重い、すごいカタログがね、やっぱり ES っていうタイプと、それから私が希望したのは LS なんですけどもね、これがね、1700万ぐらいですね。一番安いやつでも1200万、300万ぐらいするんですよ。もはやね、中古住宅ですら750万とかあるのに、車の方が高いやんけ、みたいなね。で、車なんてはっきり言って移動できれば目的は達成されるんですよね。で、内装外装を丁寧に作ってもさすがにね、1000万単位とかっていうのはなんか盛りすぎかなと思いますし、あれでしょうね、きっとレクサス のショールームの中になんかエグゼクティブルームっていうのがあるんですよね、きっとレクサスのオーナーさんがいつでも使えるようなその休憩所みたいなのがね、まあ、そういう風なラグジュアリーっていうのも、あとコンシェルジェがつくっていうのも、まあ、レクサスの付加価値なんでしょうね、きっとね。だからこれ中古で買うと CPO 以外は多分味わえないと思うんですよ。私がね、レクサスのショールームに行って感じたのは、私は飛び込みで行ったんですけども、予約でいっぱいだったんですよ。それこそ席がこう全部埋まっててね、スタッフさん本当にひっきりなしに対応に追われていたって感じです。で、なんかやっぱりね、私と同じ年代かそれ以下の10代下ぐらいなのが多かったですね。30代40代で埋め尽くされていて、そのお子さん連れとかね、本当に2歳3歳のお子さん連れとかで、ようようすごいなと思いましたね。で、結構そんな感じらしいんですよ。ビュンビュン売れてますとか言ってましたね。で、トヨタ自動車の、まあ、決算発表かなんかによると、昨体の2倍ぐらいに売り上げになってるということらしいです。何なんですかね、これはね。なんか経済対策が行き渡ってないよっていう方もいて、それこそ生活困窮に陥ったり、仕事を切られたりとか、全然ね、飲食店ができなかったりとかするんですけども、でも片っぽでは余ったお金で車買おうかみたいなね、そんな方もいらっしゃって、で、まあ駐車場は私がベルファイアなんですけど、他はやっぱりレクサスばっかりなんですよ。何なんだよと思うんですよね。いつ頃から乗ってるんだよみたいなね。新車出りゃとりあえず買うみたいなね、なんかそんな人もいるんだなと思いましたね。だからね、このレクサスのショールームではすでに金額の話になんないですよ。だって1000万超えてローン分割でねとかね、いくらまで値切れますかなんて誰も言わないですよ、もうすでに。だからセールスすらしないと、もう勝手にお客さん来て順番待ちでも買うみたいなね。本当すごいなと思いましたね。だから私たちは誰を相手にビジネスするかっていうことと、誰にビジネスを、まあ、ふっかけられているかってことによって自分の立ち位置が確かめられるなと思いました。あるメールマガジンでちょっと気づいたんですけども、人脈が変わらないっていうのはあなた進化してないですよとかね、収入が変わらないってことは何にも変わってませんよとかね、ことビジネスをしていて周りの人も変わっていかないし収入も変わってないってことは取り残されてるっていうふうな記事だったんですよ。なるほどなと思いましたね。確かにね、収入が上がると付き合う人変わるんですよ。私が麻雀店の時にね、くら寿司 のスタッフさんがうちの麻雀店のお客さんで来てくれたりとかして、まあくら寿司食べに行く時にね、あ、また来てねみたいな感じだったんですけど、今くら寿司行かなくて完全個室寿司だったりするんですよ。で、私麻雀店ないわけなんですよね。で、やっぱこうオーダーするじゃないですか。で、私の場合は予算を言って、好きなもん嫌いなもの、どういうテーマで今回その外食を使うのか個室を使うのかってことをお願いするんですよね。まあ、そうすると特に細かい注文しないんですけども、まあ、私のことをよく理解してる人がもうコース作ってくれるんですよね、カスタマイズして。だからね、確かに付き合う人は変わったなと思いましたね。いや、付き合う人変わりますね。変わってだからね、吉谷さんと同じようにこう同じところ走ってるからこう変わらないんでしょうね、きっとね。だから、ある、いい意味本当にお互いに伴走してるみたいなね。だっていなくなりますもんね、なんか変なことしたり、横道取れたりとか、走るのやめたりとかしたら。だから YouTube 毎日更新だとか言ってる人も更新しなくなりますからね。で、モチベーションが上がった時でやるみたいな、
まあね、特にそういう人たちを否定するものではなくて無理せずにやればいいんですけども、まあなんかな、なんかぼんやりで思いましたんで放送にさせてもらいました。レクサスのショールームにて。